岡崎といえば徳川家康公。その家康公の生誕をお祝いする家康公生誕祭をご紹介します。天下を統一し長きにわたり太平の世を築き上げた徳川家康公。松平広忠の嫡男として天文11年1542年12月26日岡崎城で生まれました。その生誕をお祝いし岡崎公園を中心にさまざまなイベントが開かれました。岡崎公園内家康館前では岡崎市出身で岡崎観光伝道師の人気 YouTuber 東海オンエアの皆さんのステージがありました。今中高生に大人気なんです。いや、今年あった嫌なこと、僕車持ってるんですけど、今パッと見たら車の内側に鳥の糞がついてました。また人気のグルメを集めたお店も並んでいますよ。おすすめはこちら、岡崎混ぜ麺。地元の八丁味噌を使った岡崎のソウルフード。よく混ぜていただきます。八丁味噌味のひき肉とシャキシャキのもやし、もちもちの麺が絡んでとっても美味しいです。すごい人ですね。たくさんの人でにぎわっています。こちら二の丸能楽堂では全国から武将隊が大集結して家康公生誕祭を盛り上げました。わしがグレート家康公青い武将隊徳川家康じゃ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうさんじゃ。おいくつになられたんですか。うん、わしは1542年12月26日生まれじゃから、現世の数え方で言うと474になる。474歳ですか。うん、見た目は若いんですね。月は八丁味噌じゃ。とまあな、市民の方々がこれだけ熱く熱く応援してくださることもある。さすが家康様ですね。うん、うん、どうされました。いやほらね、あ、お誕生日プレゼント。うん、あ、ちょっと探してきます。え、ないの、用意してないの。プレイステーション4、あ、もしくは VR でお願いします。お茶目な家康さんはさておき、夜になると提灯行列を楽しみに籠田公園にたくさんの方が集まってきています。そこからスタートしてどこまで行くんですか。はい、ここからここが籠田の総門の跡だから、はい、ここから出て、大手門へ行って辰巳神社の目の前まで行きます。チームは決まったものを皆さん持ってらっしゃるんですか。そうですね、去年一昨年に作って、皆さん自宅で持ってたやつとか今日別で売ってるのもあるので。私も持って参加しても大丈夫なんですか。ぜひ。今から100年前に行われた家康忠勝両校300年祭では提灯行列だけでなく武者行列や芸妓の踊りもあり盛大に盛り上がりました。参加されるのは何回目ぐらいですか。これ3回目です。甲冑着てる人がいっぱいいて、その後ろ歩くのなんかちょっとかっこいい。この絵は自分で、はい、ご自分で。お父さんもご自分で。はい、いいですね、オリジナリティ。ワルザイも。これから先来年とかはどうですか。また行きたいですね。はい、毎年生誕祭に行われる提灯行列も今年で4回目を迎え、たくさんの参加者の方が家康公のご生誕を祝い辰巳神社にお参りします。
岡崎公園内に設置された16万球の LED 電飾で、岡崎城大手門やからくり時計周辺、上橋など幻想的なイルミネーションで彩ります。岡崎城前では地元ぬかた産の紅茶が無料で振る舞われ、行列の参加者には家康公お手植え桜の酵母で作ったパンとかりんとうがもらえます。そして引き目の矢の実演です。竹千代君がお生まれになった時の魔除けの矢で、その音によって人についた魔物が落ちると考えられていました。初子みこしはその年に生まれた赤ちゃんとお母さんがみこしに乗り、境内を練り歩きます。子供の生誕をお祝いするとともに健やかな成長を祈願します。たくさんの人にお祝いしていただいてすごく嬉しかったです。やっぱりその天下を統一した人が生まれた場所で、生まれた日にですね、子どもの成長のお祝いをしたいなと思って始めました。我が子でなくても子どもをお祝いするという豊かな岡崎の人々の心を育みたいと思っております。子どもたちが生まれるたびに毎年あの生誕の日には続けていきたいので、永遠と子どものお祝いができるように続いていったらなと思います。この岡崎城の天守閣から見る夜景もとっても綺麗ですね。初めて参加した提灯行列ではみんなと一緒に提灯を持って街を歩くのがとっても新鮮で、私も楽しんじゃいました。皆さんもぜひ来年は参加してみてくださいね。翌12月26日、辰木神社では厳かに家康公降誕祭の神事が執り行われました。その後には家康公生誕祝い餅の餅投げが行われ、葵の家紋の入った紅白餅が振る舞われました。徳川家康公は岡崎の人々に時を超えて今もなお愛され続けているんですね。来年の生誕祭も市民の皆さんでぜひ盛り上げていきましょう。